ペンついというご褒美だったな。というわけでお弁当6000超えましたやったー、嬉しい、嬉しい、誰誰誰誰来ちゃうの、発表は最後に、発表はそうですね、最後に、おー、最後のタイトルも楽しみということでですじゃあじゃあレシピ公開も楽しみでございますけども、続いてのコーナーに行きたいみたいと思いますよ。タイトルコールはこの方にお願いします。百鬼譚、言ってほしいセリフを生アテレコ。わーわー、あ、めっちゃ楽しいやつだ。はい、こちらはタイトル通り本日のゲストの皆さんに皆さんが言ってほしいセリフを生アテレコしていただきたいと思います。はい、あの言ってほしい、まあ、セリフなんですけれども、うん、公式ツイッターで事前に募集しておりましたので、うん、まあ、その中からピックアップさせてもらいたいと思ってます。いや、楽しみ楽しみ。でもね、今日ゲスト3人いらっしゃってますけど、誰にどのセリフを言ってもらうんでしょうかね。どうやって決めます？これがさっき拾ってきたの、この抽選箱拾ってきてたんだ落ちてた落ちてた大丈夫、それすごい仕組まれたように落ちてました多分これに名前が入ってるっぽいです、僕の想像で、投資能力で見たところ、はい、下の名前が入ってると誰が誰だかわかんないけど大丈夫ですか？大丈夫です、みんな愛ですけど大丈夫です、はい、全部愛で入ってる、愛、愛、愛しか書いてないあ、それ便利ね、くじの意味ないけど、ね、じゃあこの愛さんでみたいな、ヒントに触れるやつ、偏りがないやつ。じゃあ早速引いていきましょうか。はい、じゃあ引いていきます。ゴロ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 、一体どの愛さんなんだ。おー、悪魔さんです。はい、愛です。はい、何をお読みいたしましょう。どのキャラを、うん、じゃあせっかくなんでね、座敷わらし、おー、はい、ランクインしましたね。はい、先日のハロウィンイベントでね、まあ、座敷わらしちゃん登場しまして、その中のセリフっぽいのを、投稿してくれた方がいらっしゃいまして、それを、あ、これですね、はい、はい、なんだろう、じゃあ行ってみたいと思います。それでは生アテレコ3、2、1、どうぞ。トリアオトリト、お菓子くれないといたずらしちゃうぞー。あー、かわいい、かわいい、やった、米持ってこい、ほんとだー、やった、これいけるで、やったぜやったったぜやったし、第1部クリアするまでずっとお世話になってたんでね、本物の声が聞けてすごい嬉しいですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、偏り出そうだよな。お、お、姉さんです。俺やで、すでに姉さん呼びの俺やで、はいです、はい、姉さん、お願いします。誰がよろしいですか。いっぱいいっぱいキャラいる。そうですね、みんなも姉さんってなってる。じゃあ、あの、閻魔大王というね、閻魔大王で、はい、お世話になっております、この子です。2番目、2番目いってみましょうか。やっぱりこれですね、はい、噛まないことを祈っててくださいなになになに、それでは、生アテレコ3、2、1、どうぞ。ふむ、グランデノンファットミルク、ノンホイップチョコチップバニラクリームフラペチーノを一つ頼む。ヨレさん、ごめんなさい、かっこいいのにさばいてる自分でもこんなの言わないからもうなんだってってなっちゃって、これすごいですね。お客様、もう一回お願いしますって言っちゃうやつですね。本当ですよね、呪文のようだった。いや、なんかかっこよかった、うん、あ、それならよかった、それならよかったよ。でもギャップがいいですね、うん、こう飲みそうにない、飲みそうにない感じがね、確かに。この子履いてるんですか。あ、この子は、ね、安心してください、安心してください、わかりました、履いてます。それでは続いてのいきますよ、ね、はい、デデデデン、デデデデン、おー、すごい神引きだな。お、神引きだー、はい、ゆずりさん、ゆずり、仕組まれてるのか、これじゃあどのキャラ、はい、じゃあ、あの、幽霊さんの1番目で、幽霊さんの、あ、はい、なんだなんだ、ここです、ゆうれんさん、さあさあさあ、はい、じゃあ、生アテレコいきましょう、3、
3、2、1、どうぞ。幽霊って名前ひねりなさすぎでしょ。それを言っちゃう。かわいい、かわいい、癒しボイス。それはおうです。これなんだよ。P は、 P はどうですか、 P。 まあ本当に僕もどうかと思うんですけど。1点はな、うん、そうですね。ああ、コメントで何を、じゃあ例えばキャラで、ね、キャラ、キャラ、あ、キャラで、キャラで言ってもらえますか、リクエスト、うん、このキャラで。そうですね、雷神多いな。あ、じゃあ雷神じゃないですか。じゃあ雷神さんで。おお、ありがとう。はいはい、そうか、雷神何番目が。じゃあ1番目、1番目で、はい、よし、うん、じゃあ3、2、1、どうぞ。可愛いとか言ってんじゃねえよ相棒、格好つかないだろうな。そういうのは二人きりの時によ。ああ、照れたー、よかった。ああ、よかったですか。あ、なんか喜んでいただけた。照れますね、なんかこれ。なんか言い終わった後の姉さんを映してほしかった。あ、すごい照れてて可愛い。本当に照れたかった。こんなこの声だと来ないんで。いやー、来たのおかげですね。もうね、コメントでもまさに雷神、これぞ雷神のいいところと、あ、ね、よかったよかった。覚醒頑張るわ、今日覚醒したって人いる。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。みんなですからね、よろしくお願いしますね。愛されキャラですね。はい、じゃあラスト、あ、うん、ラスト、あと一つずつ、まあ、ラストどうします。あ、じゃあ角間さん、はい、いきます。あ、フルツバキ、フルツバキ、あ、でも、どう、あ、フルツバキ、フルツバキで言っときますか。幽霊来ちゃったからな。あ、じゃあさっき頑張って、チューニングしたやつ、チューニングしたやつで、はい、なになに、よう聞いとれよ。あれだ、あれだ、言ったんで。それでは、3、2、1、どうぞ。ピッチャービビってる、ヘイヘイヘイ。かわいい、来ちゃったもんで、はい、今のいいな、これナイス、これセリフ考えたアルジ、ナイス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 アルジ、ナイスアルジ、ナイスアルジ。じゃあ残りのキャラも、はい、まだ言ってないキャラも、じゃあゆずりさん、コロポックルの、コロポックル、消したい、これ、かわいい、うん、一番目で、はい、これかわいい。それでは、3、2、1、どうぞ。アルジさんに取ってもらったこの大きな吹きの葉、大事に使いますね。本当に大事に大事に、アルジさんありがとうです。浄化される、浄化される、浄化される、浄化する。ニコ生初めてなんですね。あ、そうなんです、ニコ生初めてで すごい緊張してる。え、そうなの。え、姉さんも。そうだよ。めっちゃ何お二人とも、そんな初めてのニコなんて思えないぐらい、やはり。すいません、ただのね、ただのセミプロアルジですわ。セミプロアルジ、確かに。じゃあ、寺島さん、おとらぎつね。すいませんね、私ばっかり、なんかすいませんね、いっぱいね。おとらぎつね。おー、おとら、おとら来る。言い終わった後、ぜひね、見させていただきたい。これは別に照れなくてもいいですかね。うん、まあ、じゃあ2番目で。あ、2番目の方で。はい、2番目で。かしこまりました。さん、皆さん。じゃじゃじゃ。はい。3、2、1、どうぞ。あるじくん、いい子いい子。かわいい。かわいい。姉さん、姉さん、かわいい。姉さん、姉さんどうでした。ね、あの姉さんね、このおとらぎつねって結構ね、うん、声高いのね、だからすごい緊張するの。これ生だとなんか失敗したら困るなと思って。かわいい、超かわいい言われてますよ、やだ、ありがとう。かわいい、かわいい、姉さん本当にかわいい、本当に見初めてだよ。慣れすぎでしょ。いやいやいや、じゃあ最後に、最後に、最後に、はい、ね、これ来た、ラストを飾る滝アシャさんですね。滝アシャさん、まだ持ってない。滝アシャさんはどれでいきましょうかね。
これセリフ読んでくれもらったね、提案してくれた、応募してくれた主は喜びですよ、お喜びですよ、がっちりかっこいい2番目で、2番目で、はい、かしこまりました。じゃあ3、2、1、どうぞ。主よ出かけるぞ、今宵は月が赤い、絶好の呪術日和だ。おお、ですね、かっこいいって、いやありがとうございます、かっこいい、あ、なんかすいませんね、ありがとうございますね、皆さん喜んでいただいて、ちょっと月見てくれ、収録の時のお話とかちょっとしちゃってもらって、あのクシャナ殿下のイメージでって言われたんですよ、私これクシャナ殿下のイメージ、おー大御所だなーっつってあんなにかっこよくできるかなとか思いつつも、まあ嬉しかったですね、焼き払ってきた、焼き払ってきた焼き払っていうイメージでやってきました。そうなんだ、個人的にもすごく好きな竹谷氏は好きなキャラです、本当かっこよくて、だけどお父さんが大好きだからっていうちょっとファザコンのところもあって、そのギャップがすごく好きですね。あ、すいません、いや裏話がね、思いにもよらない裏話がね飛び出てきて嬉しい。もうすぐコメント1万。やった、あるじすげー、いいぞ、あるじ、あるじすげー、あるじよ、じゃじゃあ皆さん、え、超えてる、すごい、さすがあるじ、さすがあるじよ、やったやった、これじゃあおまけ、やった、全部もらえた、これはね、新月中自走された、そうですね、あの、うん、金の秘剣というですね、やった、まあレアなアイテムですね、やっちゃいましたか、やったー、いや惜しくなかったみたいな、いやいやいや、もうちょっとこう、ありがとうございますプレゼント本はね、あの最後に発表するのでね、皆さんね、うん、本当ね、愛にあふれた放送ですよ、すごいね、みんな、え、でもまだコメントちょうだいね、寂しくなる、あ、そう、これで2万いったら何かあるかもしれない、2万になるもんね、何かあるかもしれない、はい、あ、月新プレゼントもありますので、うん、引き続きコメントの方よろしくお願いします、お願いします。じゃじゃじゃ、最後のコーナーに行きますよ、タイトルコールはこの方にお願いします、はい、どうぞ。迷いがの超宴会、愛の情熱チャレンジ、というわけでこのコーナーではですね、100期間をやり込んでいるという噂の姉さんにプレイしていただこうと思います。いやとんでもないセミプロ程度でございますよ、はい、セミプロランクは、ね、ランク300です、やばいいやだってね、初日からやってたら普通これぐらいいきません、セミプロいきますよね、みんなすごいですよね、すごいすごい、プロじゃ、プロじゃ、セミじゃない、もうプロじゃって書かれてる、本当本当、そうなんです、ちょっとよろしければ、あの私のヨウトモさんもし見てたら雷神雷神にちょっとリーダー変えてもらってもいいですか、みんな早く放送釣れるぞ、お願いします、じゃあじゃあ小杉ピー、今日は何をプレイしていただきましょうかね、はい、今回はですね、まあ先ほどタイトルコールにもありました、うん、迷いがの超宴会というですね、イベントの中の、難易度はですね、現在上から2番目の小熱にチャレンジしていただこうかなと、めっちゃ強いですよね、大丈夫ですか、まあ、この迷いがの超宴会というのはですね、これまでまああのイベントでですね、限定でドロップしていたキャラクターがですね、一堂に会してまたドロップできるというですね、割とスペシャルなイベントなんですけれども、なるほど、はい、そうなんです、みんなもやってるかい、いけるいける、ほうほうほう、皆さん応援してますけど、あ、無理でした、お、私も昨日アビはワンコンしちゃいました、あら、うん、姉さんだもう苦労したと、そうなんです、じゃじゃ、うん、もうアビをクリア済みっていう ねあ、でも小熱は今日のために残しておきましたから、さすがです、ガチ初めてでやっぱりコンティニューせずにいけるかどうか準備はできておりますので、うん、じゃあ行きましょうか早速 ね、 ちょっとね、はい、ヨウトモさんがね、ほんとね、雷神でヨウトモさん選んだ、あ、いるいるいる、いっぱいいる、いっぱいいる、よっしゃ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 、すごいランクこの台なんですね、桃助さんありがとうございます、あ、私の幼馴染もいますけどいやいやだあ、じゃあせっかくで宇宙運転にしてくれてるので桃助さんをお借りして行こうかと思います、はい、で出てるかな、出てるかな、こちらのパーティーですね、一応滝夜叉と強っ、あの、ひょうひょういんでどういうコンセプトなんですか、これは、まあ、基本的に私がやってる妖怪プラス金パですね、便利な金パ、金属製が、
こんな感じで命と幸が 80% 増し、勝ちすぎるって言われてる。硬いんですよ今回のこのダンジョン、はい、なので、ね、時間かかっちゃうので、うん、早くクリアするにはっていうのでね。なるほど、番組の空気も読んでくれてる。ゆうださんもガッチガチやなって。じゃあガチですよ。じゃあ早速行ってみましょう。行ってきますね。行ってください。行ってきます。とっとと行くのにゃ。やったー、スタミナをちゃんと計算して効率よく回せるって言ってましたね。そうです。ガチゼー。まずはまあこの貴族生ですね。そしてカラカサ、カラカサちゃん、はい、とても可愛い、とても可愛い、でもとても硬い、はい、まあ、そんなに硬い、硬い、氷ごと切り、痛いよ、うわー、頑張ったよ、痛いよ、痛いよ、痛い、痛がってる。頑張れ、ごめんね、ごめんね、だよー。あー、なんか、めっちゃ嬉しい。ごめんね、ちょっと丸が邪魔だから先に邪魔しちゃうとね。あれね、何回聞いても罪悪感に駆られるんですよ。この邪魔なね、丸ちゃんを見としてさようなら。どうしようかな、ひょうい、どうしましょうかね。それ押して参る。バフバフ、はい、それこの、えい、さっきやしゃよ、さようなら。今、まあ、左上に出てきたのは源のライチェン、この、坂村さんでですね、バフ、バフ持ちですね、金属性ですね、強化してくれるスキルを持っている、まあ、妖術を持っている、今、統一されてますね、はい、スキル、そうなんですよ。邪魔しないで、のレベル上げてないので、ちょっと自分で、まだラウンド1ですからね。あ、そうですね。お、ドラップ、ドラップ。おめでとうございます。地獄に落ちるがいい。なるほど。お、これのロックロックってね。おぉ、生ロック。生ロックが一つ。あれ、ボットで、ボットっていう時にね、ああやってさっきのもらうとテンション上がりますよね。次元が違うなって感じ。次元が違う。そんなことないです。私も同じこと思ってる。本当はね、座敷探訪をあの有頂天にしたかったんですけど、出たのが遅くて間に合ってないんですよ。ノラタイキヤ。ごめんね、ごめんね。地獄に落ちるがいい。すごい、みんないる、ここに。そしてね。これのカンカン。全然順調です。全然順調ですね。見取りちゃいます。あ、またドロップ、ドロップ、ドロップ。そら、邪魔ないで。このパーツね、回復いないっていうね。そうなの、攻撃がどっか型でございますけど、私性格的にあんまりそうです。あのドラクエでも戦士戦士ブラブローカーみたいな、そういうあの、そのパーツ組みがちのルックス通りなのね。ルックス通りの人間で期待を裏切らない。そうなんですよ。あ、雷光さんが、雷光さんが頑張れ、頑張れ、頑張れ、雷光。これのなるぜ、これのなるぜ。闇属性なんで来てちゃいましょうね。そうですね、そう、当たるか怖いからね。まあこのキャラは闇ベレ一応めっちゃ闇ベレですね。そうです、闇ベレです。ほんと怖かった、ストーリーでどうしようかと思って。そう、本物だって思った。あの伝承でもね、お寺の鐘の中に逃げ込んだ恋人というか彼氏をですね、それぐるぐる回りついて出てこいやっていう、怖い、そういうヤンデレちゃんです。ちゃんと私立に基づいた感じ。そうですね、はい、そこの設定はそうですね。史実っていうと、まあ伝承です。そうですね。これは二口女ちゃんです。そう、好きなんですよ。みんななんか本当コメントでもね、見とれちゃって、なんかこんなトロークとか回しちゃうみたいな。あー、キヨヒメちゃん、さようなら。みんな見入ってますね。地獄に落ちるがいい。全部すっごい。そうなんですよ、やっとやっと出たので。そら、重いぞ。かわいい、かわいい、かわいい。シェンブさんも、まあ強化用意してます。そうですね、はい、バフバフしてバフしてバフバフしていただいて、うん、そこだ。あ、でもこれは闇属性だからさっさと。あれ、ほら、まあ原文
ちゃうんですね。俺失敗したわ。俺失敗したわ。おお、すまねすまね。ラストラスト。すまねすまね。怒涛の怒涛の。皆さん応援して。いけるいける。ちょっと速攻かけないと辛いんですよね、この動作。まあ花子花子花子ちゃん。そうなんですよ。あ、そっか、ここでもカウンター使ってるんですね。そう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 。あ、なるほどなるほど。なので気づかずにジャンジャン使ってしまいました。危なかった危なかった。いける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 。頑張って。いけるいけるよ。しかしここでこう右下の編み切りっていうキャラがいるのが渋いですね。そうなんですね。だからどっち行かそうかな。属性変更を使うんです。ね、じゃあせっかくお褒めいただいたので超憑依。おっ、かっこいい。やったね。それそれ、なかなかこのカウンターが消えてくれませんね。それはよ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 消えて。それはよはよ消えて。なんかエールもこういうシーンを思いながらやってるんだなっていうのが頭に出てくる。早く消えてって思いました。よしよしよし、いいじゃないか。こういう、こういう捨て身のことをしてやるよ。捨て身のことをしてやるよ。ほらやったー、すごい。すげー、すごい。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。おめでとうございます。さすが、さすがです。よかったです。満婚しなくて済んでよかったです。みんなどうだった？すごかったね。いやお疲れ様でした。やる気になったまだ。アビが満婚でしたね。圧巻でしたか。はい、ありがとうございます。なんかもう余裕のプレーでしたね。いや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 、本当になかなか途中ヒヤヒヤしまして、やっぱ最後の花子がカウンターがちょっと、そうですね、あれがちょっとやらしい感じですけれども、はい、全然見てなかったんで、あ、いつの間にかすっげー食らってると思って動きにくそうでしたね。はい、もういや見事ねクリアしていただきましたけども良かったです。いやいや、こんな感じでね、皆さんもだいぶ見ていらっしゃったと思いますよ、うん、本当にガチの人だったガチの人、ただのゲーム好きですね。あとでやろうって、これをね見て参考にしてプレイする。ぜひ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 。これを見てできないなって思っちゃう。いろんなタイプがね。あ、そうですね。アドバイスあります？何かアドバイスを。まあ割とこうスピードの速い妖怪を、まあメインにしていった方がいいのかなというふうに思います。あとはまあやっぱり寺島さんがされていた通り、あの全体攻撃系で、あの左右の敵を丸をまず倒しちゃうと、あれ邪魔、はい、っていうのがまあ一つポイントかなと。なるほど、じゃあ皆さん一緒にね、あのやってみてください、はい、というわけで、最後にね、番組終了のお知らせも、迫ってきたということなんですよ。皆さん寂しいですね。コメント結局どれぐらいだったんですかね。コメント、コメントどうですか今。3000近く。すごい、大丈夫です。すごい、食べてた、ありがとう。すごい、素晴らしい。すごい、じゃあ最後にね、コスケ P から妖怪百鬼の最新情報などをね、はい、お伺いしたいと思います。どうぞ。はい、ということで、まあ、1周年を開催、1周年のキャンペーンをですね、現在開催しておりまして、先ほど、まあ、ケンちゃんさんに弾いてもらいましたけれども、うん、超天変地異にですね、クーボさんを限定追加しておりますのでね。リーダー用事はすごいですね、これ見てみると。すごいピーティーな感じです。ちょっとね、表示周りではご迷惑をおかけして本当に申し訳なかったんですけれども、まあ、こちら皆さん頑張っていただければなと。あと、あの猫又の妹であるバケ猫ちゃんがですね、ポイントでもらえるにゃんこ大冒険っていうのも今やってます。はい、次お願いします。あとはこれ明日からですね、まあ、DNA さんの、出されている、まあ、アニメ化、今コンクールでアニメもやっているハッカドール、ニュースアプリのハッカドールとですね、縁あってコラボをやってやりますので、これもぜひ明日の15時からですね、楽しんでもらえればなと思います。3号は男の子なんですね。そうなんです。いいですね。これ、まあ、僕、はい、あの男キャラを出さないっていうこだわりだったんですけれども、そっか、妖怪百鬼たん、そうです、初の男キャラが出てしまうと、ね、ロジー以外の男か。まあでも可愛いからいいかなって基準が変わった。大人って大人ってまあこの3キャラ、あのうちで書き下ろしたあのハカドールさんに、まあ、あの監修していただいたっていうキャラクターなんで、そうなんだ、超可愛いっていうね。
かわいい、はい、ぜひゲットしていただければなと、うん、次お願いします。で、まあ、皆さんちょっとお待たせしておる第2部きたですね、おそらく来週再来週ぐらいに、やろうかなと。来た来た、ちょっと誰これ、ね、なんだろうね、新たなる敵ソリッド。ソリッド、ソリッド、ソリッド、リキッドじゃないの、ね、リキッドではなくソリッド、ソリッド、はい、そう来たかをあとまあ出そうかなっていう。あーめちゃめちゃ楽しみ、はい、こちらも右下の存在かあれ楽しみに来ていただければなと思っております。はい、で、これはおそらくまあ来月に向けてですね、開発中のものです。ちょっとゆるい、まあ、新イベントですね。そう、百鬼大成敗というものを頑張って開発しています。なになに、超楽しみ、はい、まあゆるいマルチをちょっとやろうかなというふうに思っています。もうちょっと待っててにゃ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 、さあ本日のプレゼントなんでございますけどもね、コメントどうだったでしょうかね。1万3500、素晴らしいですね。ということでプレゼントは全部もらえちゃうよ。やったー、さすがアルジー、やったー、はよレシピ、はよレシピみたいになってますよ。はい、説明ください。あ、まずプレゼント方法からいきますか。はい、あ、なんだ、みんなスクショの準備大丈夫ですか待って、シリアルコード、まあコードの入力画面は、おそらく明日に公開すると思います、うん、今多分スタッフが頑張って準備してると思います、うん、コードはこちらですね。100キタンファースト100KITAN1SD覚えやすいです。100キタン1周年すごい、潜ってくれてる人がいる、はい、すごい、みんなまだだよ、はい、で、こちら期限ですけれども、11月中いっぱい、はい、11月30日の23時59分59秒まで、あ、きっちりね、はい、となっております。はい、急ぎ目でね、うん、はい、レシピ、みんなの気になるレシピ、誰誰誰なの、本当教えてくれなかったですよね、我々に。私知らないですよ、こっちで我々にも教えてくれない。チラ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 、誰だったの、チラチラチラ、出てくる、出てくる、気になってしょうがない。あ、今日は嘘、なえちゃんの、マジで意外、嘘、あ、へえ、この辺でどうですかね、いいの、ちょっとそこを隠さないで、うん、出して、出して、みんなペンでメモろうとしてる、出して、ぬえ、でも私ぬえちゃん持ってるんだ、905やな、905や、ぬえのレシピが公開されました。はい、みんな今すぐ、まあ、やってみて、メモった今あの寺島の姉さんがね、すんごい一生懸命メモってますはい、ガチです。後でみんなでやってみましょう、まあ、はい、そうですね、非常に使いやすいキャラだと思いますのでですね、うんうん、回復役、はい、回復役ね。さあ、もう一枚あるでしょ、小杉、もう一枚、もう一枚、もう一枚、隠してる、もう一枚あるでしょ、うっそ、もう一枚、マジでゆうさん、さすが、ゆうさん、ゆうさん、ゆうさん、取って、うっそ、お、来た、さあ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 そうもったいぶるなぁ、うまごせん、おー SSR、 うまごせん、いいの、もう出しちゃったからね、しょうがないよね、ほんとにいいの、思った、ほんとにいいの、すごい、はい、2つ、わぁ、贅沢、まあコメント1万いただきましたから、はい、あんたすごい勢いで、どうしようかな、さすが1周年、はい、じゃあプレゼント方法ね、プレゼント方法じゃないや、さらにね、今たくさん、プレゼント出ましたけども、レシピも含めて、はい、まだねあるんですよ、なんてたって、ここ、そうそうそう、ここ、これこちらの色紙、もう私も欲しいもん、欲しい、本当ですよ ね、 コメントしたかった、超可愛いんだもん、こちらもコメントいただいた方の中から抽選でプレゼントします。当選した方にはですね、ニコニコに登録されているメールアドレスにメールが届きますので、そちらの方をご覧くださいませ。欲しい。
でもお高いんでしょ。いや売れないんですよ。ところが奥様とはいかないんですよ。ただより高いものはないからな。じゃあそろそろエンディングでございますけどもね、はい、寂しいですが本日の感想などをゆずりさんからお願いします。はい、もうニコ生初めてですっごい始まる前緊張してたんですけど、もうすっごい楽しくてあっという間でした。本当にあるじの皆さん、そして教師の皆さん、ありがとうございます。 ありがとうございます。じゃあ続いて寺島姉さん。はい、すっかり寺島姉さんになりました。あの本当にガチであるじなので、このお話いただいた時は嬉しくて、またこういうことがあれば呼んでいただけたらななんて思っております。楽しかったです。めちゃめちゃありがとうございました。ガチです。ごかったよ。じゃあちょっとドエスな面もねチラチラと見えた角間さん。あ、主勘違いするなドエスではない。決してそうではないけれども、本当にコメントだったり、あと投票だったり、いろんな形で参加していただいてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。じゃあ小杉 P いかがでしたか。はい、まあ主の皆さん、本当ここ最近、いろいろミスとかあったりして申し訳ないですけれども、次の1年に向けてまた頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひまたプレイしていただければと思います。よろしくお願いします。またね、1周年3周年と続いていきたいと思いますよ。じゃあ、ケンジャさん、よかったですね、生アフレコも聞けるわ、姉さんのガチプレイも見れるわ、最高の番組でしたね。もう楽しかったです、ありがとうございます。あ、ガチガチャも良かったですよ。いやいやいや、痛かったですよ。ペンペンチームね。じゃあ、この後3時間目の番組はニコレトゲームスです。ドラゴンボールゼノバーストをプレイしますよ。皆さん引き続きこちらもご覧ください。そしてただいまニコニコ動画内にてファミ通チャンネルと東海家チャンネルが開設されておりますので、こちらへのご登録をぜひよろしくお願いします。そして次回のファミ通アップの生だよの配信日は来週の月曜日の2時間目モンスターストライクをプレイします。それでは、はい、またお会いいたしましょう。2周年3周年続くといいな。アルジたちバイバーイ。いいな、バイバーイ。アルジたちよろしく頼む。